どうぞ。白澤さん、はい、今度近いうちにせっかくお会いしたんで何かやりますか。そうですね、なんかちょっとね熱く語りたいですね。そうですね、まあいろいろと考えてますんで、うん、なんかねちょっとね秋山さんと私とで何かしらちょっと発信させていただくのでちょっとこうご期待というところですかね。じゃあこれでね、こうご期待、こうご期待。